VTuber あるある PC 環境の違い、新人の場合。見て見て、一生懸命バイトしてやっと買えたんだ。全部で15万くらいかな。ほら、モニター2枚ってなんかかっこよくない？中堅の場合。ここで配信画面開いて、こっちでコメント見て、ここで Twitter とか YouTube とか見る感じ。やっぱりモニターは最低3枚欲しいよね。PC も BTO で50万以上はしたかな。だから大体これで全部で300万。ベテランの場合。あ、今しょぼいなって思ったでしょ。ぶっちゃけ環境にお金かけてもパフォーマンスはそんな変わんないから。今はどこでも編集配信ができるようにノート PC にしてんのさ。シンプルイズベスト。それが僕の答えで、こっちにあるのが裏でつながったイケボ配信者と FPS するためのゴリゴリな環境だ。